はい、皆様、こんばんは。こんばんは。今日はこんばんはの時間。ライブ、ユーミングワールドオブワーズを、やっております。実は今日は、テイク2ということで、やらせていただいています。今朝もね、いつも通り朝7時に、ライブをしましたけれども、声が出なくて。で、あのライブを、そのまま YouTube の動画に上げようかと思ったんですけど、あまりにも、なんかこう、表情がね、とても、元気になれない表情だったので、今日このテイク2を撮らせていただいています。今朝見てくださった、ね、としこさん、そして、エミリアちゃん、そして、バレンシアのはるちゃん、ありがとうございました。で、少し声が出るようになったので、ここでテイク2です。はい。今日は色の影響力についてお話をしたいと思っています。このワールド・オブ・ワーズのライブは、日本時間の今午後2時、そして、スペインのバルセロナ時間朝7時に、月曜日から金曜日まで10分間のライブで、言葉からいろいろな、ね、言葉のそのところからいろいろテーマを決めて、その内容について話させていただいているライブになっていますが、このライブは、意識を広げる。そして意識を広げることで、ね、自分の意識を広げる、言葉の意味を考えるというところから入っていって、感じること、考えること、そして、それを表現するとかってことも含めてね、自分の感覚、五感を大事にしながら、自分の意識を感じていく、広げていく、そんなことを言葉でをきっかけにやっていこうということでライブをしています。そしてこの今週はライブテーマを色ということに設定して、それこそ色色お話をしてきました。昨日はね、空即、色即是空、空即是色のお話をさせていただいて、今日は色の影響力、色の持つ影響力というお話をさせていただきたいと思っています。はい。で、ね、皆さん好きな色とかってありますよね？あります？自分の好きな色ってありますか？あとはやっぱりこの色を好んでとか、こういう時は、こんな色を身につけるとか、こういう色、のところに、行くとかね。それこそ色彩学、色彩心理学ということで、色の持つ影響というのは皆さんかなり一般的に、聞いていらっしゃると思うんですけれども、私もそのね、色彩の色の心理学、あるいはチャクラとかそういうことにも関わってくる色として、身近なものとして色の持つ影響力というのは感じていましたけれども、でもね、今回その色に関わるお話をすることで、色って何？色ってどういう仕組みで見えるの？そういうことを話してきて、なるほどと思ったのは、色が影響力を与えるのは、ある意味、そのちゃんとその宇宙の理にかなっているというかね、物理的な、理由があって、それも言われていることだというふうに感じていました。ね、色は感覚であるという話をしましたけれども、そもそも色は目に見える光である、そして光は電磁波であるというお話をしましたけれども、言ってみれば色そのものは、光源があって、光の源があって、物があって、私たちが見る、感じる、認識するという感覚があるという、その3つが成り立って、見えるもの、存在するものが色というお話をしてきましたけれども、そもそも電磁波である光が反射して見える形で、見えているという形になっている、私たちが認識しているということになっている色、ということで考えたら、この電磁波という波動が私たちの色、いろいろなものに影響するのは、ある意味、すごく、本当に宇宙の理にかなっていることなんですよね。で、私たちの、この表記の中で私いろいろ、そうかと思ったのは、私たちの体は赤外線を発しているという表記がありました。つまり赤外線センサーというのがありますけれども、それは私たちが体がね、発しているその赤外線、あるいは赤外線だけではなくて、そのいろいろな色を反射している、その色、体そのものからもこう反射しているその 波動が、この映る、センサーに映るというのを私たちも目にしていますけれども、私たちはその電磁波、波動を受けて、影響を受けているし、私たちがそれを取り込んで認識して、それを私たちの個人の
存在として影響を受けているっていう関係なんだなと感じます。で、もっと物理的に説明すると、その光の、色の刺激が、この脳に入った時に、この脳の内分泌系や自律神経系に影響があるということが分かってきていますという表示がありました。あとは電磁波のその波動をこの波長を受けることによって実際に私たちの体が、その元素としてできている物理的な体がその波長によっていろいろな影響を受けているということも研究で分かってきているというふうに言われています。で、その赤から始まったので、ね、色のスペクトル、赤から始まってオレンジ、黄色、そして緑から青、そして青紫となっていく、あの波長の違いで色が分かれていってますけれども、それぞれその波長が違った特徴を持っている、特性を持っているから、それぞれの特性によって心や体に与える影響力も色によって違っているのは当たり前ということですね。で、実際に言語化するして、その言語化し言葉にした時に色はどんな影響力があるかというふうに整理してみたときに、心理的な影響力、そう、いろいろね、こう私たちの心理に関わる、これはゲーテの色彩心理学、色彩学論のところでお話ししましたけれども、ゲーテは色は私たちが受け取ることによって受け取る色が見えている。そちらの私たちが受け取る方の私たちの心理的なものが関わっているというふうに言っていましたけれども、その心理的な影響、そして生理的な影響、それは今言った波動として受け取る色というものを私たちの体の方の神経とか、それから脳とかね、そういったものがどういうふうに受け取って、それが体に働きかける影響で受ける生理的な影響。そしてそれから私たちの感情とか気分とか、そういったものが、これは色彩心理学でものすごくね、言われているところだと思いますけれども、大きく影響を受けている。うん、皆さんが、それは人それぞれっていうところもあると思いますけれども、例えばね、緑は落ち着くというのは、こう一般的に、言われていることですし、赤は元気になるとかね、こう、赤はこういろいろなことを知らせてくれる。そして、自分自身の熱量を上げてくれるものであるというふうにも言われていますが、これは、そうね、熱量を上げてくれるのはさっきの生理的な影響ですけれども、元気になるというのはそこから来る感情的、それから気分が影響してくるというところになっています。そしてこれもう一つ、文化的な影響。これは私もここにすごく興味があるんですけれども、というのは私もね、やっぱり日本からスペインに来て、その文化的な色の見え方の違い、そして取り扱い方の違いなども体験しているので、ここはいろいろお話したいところでもあります。さて、ね、こんな形で色はいろいろな形で私たちの生活の中に影響しています。で、この私が今日ね、バッグに選んだ、これはサグラダ・ファミリアの聖堂内の写真なんですけれども、これは、聖堂内はね、実は東側に置かれているこの色がですね、青とか緑の色になっていて、西側のステンドグラスは赤とかオレンジなんです。で、これはガウディが意図して、この聖堂の中は森の中のような、森の中で人々がこうお祈りをするようなイメージで作ったというところなんですけれども、その朝日が上がって朝の爽やかな光が入ってくる、そして日が沈んでいく西側に、太陽が行った時に夕日が当たるような、そんな色の、組み合わせを、考えた。実際に考えたのはガウディだけじゃなくて、その後に、このステンドグラスを、設計された、ブラドラオという方が、カタルーニャのステンドグラスの作家の方がいらっしゃるんですけれども、その方がガウディの意図を組んで、こうね、グラデーションにこうしていくようなデザインをしている聖堂の中ですけれども、その中でやはり朝行くと爽やかなこう森の中の感じがして、とても心が落ち着くし、そしてその夕方に行くと、もう真っ赤に燃える聖堂の中で、今日も一日が終わる、元気になる、そんな風に
で、今日も一日ありがとうございました。そして、明日へのエネルギーをいただきます。そんな気持ちにさせられるようになります。これも色の持つ影響力を、実際にね、制度の中で私も感じてきました。はい、ということで今日は色の影響力、この時間にやっています。テイク2ですね。皆さん、この色とかね、色についてはまた、来週もちょっと取り上げてお話をしたいと思いますけれども、色について、この色ってね、自分にとってどんなものかな、どんな影響があるかな、そしてどんな色が好き、なぜ好き、そしてその色を見るとどんな風に感じる、どんな感じがする、そんなことも、感じながら自分の感覚と意識と向き合って、そしてそれを言語化するような、そんな、ことをやってみてください。今日はどこ、位置を変えたらどこを見ていいかな。はい、ということで、テイク2見てくださってありがとうございました。で、こちらは、YouTube の方に上げていきたいと思います。皆さん、YouTube の方にもこのワールド・オブ・ワーズのシリーズを、掲載しています。よろしかったら1週間ごとにテーマを決めて、そのテーマに沿ったお話をしていますので、よろしかったら見てみてください。はい、ということでありがとうございました。今日は声が出てよかった。はい、ではでは皆さん、良い週末をお過ごしくださいね。失礼します。